犯人です。今日の企画は、開けるたびにパンツが下がっていく、パンツをかけたちょっとエッチな大人のスマッシュブラザーズをやっていきたいと思います。はい、ということでルールなんですけれども、3回オンラインを潜って試合をして、1回バーストするたびに今履いているパンツが10センチ下がっていっちゃいます。なので3ストップバーストした場合は30センチ下がっていっちゃいます。そしてふくらはぎより下にパンツが落ちた場合は、その場で脱いで、脱ぎたてほかほかのパンツをお披露目したいと思います。はい、ということでね、ルールを説明したところで早速やっていきたいと思います。頑張るぞ。おう、何をだろう。とりあえずパンツが落ちないように頑張るぞ。それでは準備していきたいと思います。はい、ということでオンライン潜っていきたいと思います。あ、普段あんまりさ、オンラインなんてさ、配信でしかやったことないからさ、こうやって僕の久しぶりなんだけど、全然待ってください。あ、来た来ました。わ、緊張する。なんかめっちゃ緊張するんだが、あ、誰だろう。初手誰だ。ゲッチ、ニゴさん。やってっかーい。よろしくー。なんかこのアリーマ逆ビップなんですけど、結構戦闘力がすごい低くて、あんまりこういうゲッチとかって当たったことないけど、やばい行かされる。やばい行かされる。して3ストック取られたので、30センチ下げていきたいと思います。一応ね、メジャーも用意してるので30センチ下げていくんですけど、こんなに、ちょっと大丈夫かな。ちょっと待って、自分で企画したにも関わらずちょっと不安になってるんだけど、ちょっとじゃあちょっと立って、今日ね、脱ぎやすいようにシャツ1枚で撮影してるんですけど、マーリンの腰の位置がここなので、ここから30センチですね。見えるかな、みんな。ここの位置まで下げていきたいと思います。わー、大丈夫かな。30センチって結構お尻が見えちゃう。あ、やばい。ちょっと待って、これ後ろにさ、窓があるんですけど、アンリーまだカーテンつけてなくて、反射したお尻が映っちゃいそうなんだから大丈夫かな。ちょっと怖いな。あ、よいしょ。
初手から30センチって結構よいしょ、いいね、下がったかな、初めっちから、あともうちょっとだ、ここだね、よいしょ、あ、やばい、横から見えるかな、この位置まで作業終わりました。わー、ちょっとやばそう。はい、ということで30センチ作業終わったので、次、2戦目やっていきたいと思います。はい、ということで2戦目やっていくぜ。あ、リーさん、ロックマーか、よろしくお願いします。勝利すればパンツはお披露目せずにね、動画を終えられるんですけど、もしこのね次の試合ストックを取られてしまった場合はね、おそらくパンツずり落ちてしまうので、パンツをねお披露目したいと思います。それでは3戦目をやってくぜ。じゃあ3戦目やってくぜ。ガノンドルフドカンと一発さ、よろしくお願いします。ガノンドルフワーサキちゃん出ないんだけど、やばい
ということで3試合目はね、見事勝利したんですけれども、1ストックね、奪われてしまったので、10センチ、ここのね、位置から下げていきたいと思います。ちょっと測って、10センチだから、ちょうど膝裏あたりだ。ちょうど膝裏あたりのね、膝裏あたりもね、下ろしていきたいと思います。うわ、待って、これ膝裏だと、パンツがずり落ちてしまう可能性が高いかもしれない。とりあえず、下ろしていきたいと思います。あ、待って。あ、そうね。今、膝裏まで、下ろしたんですけど、手を離してみます。あ、落ちちゃった。ということで、パンツがね、ずり落ちてしまったので、脱いでお披露目したいと思います。脱ぎ終わったので、脱ぎたてほかほかをお披露目したいと思います。それでは、3、2、1。アンリンが今日履いてたパンツになります。可愛くないですか？ちなみに後ろはこんな感じになってます。めっちゃ好き好きです。大人可愛い下着をちょっと今日は履いてきました。恥ずかしい。試合には勝ったけど、勝負には負けた気がします。はい、ということでね、今日のパンツをかけた大人のエッチなスマッシュブラザーズ、めちゃくちゃ面白かったよ、エッチだったよって思った方は、高評価とチャンネル登録の方、よろしくお願いします。そしてね、動画の感想など、コメントしてくれたら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アンリンでした。バイバーイ。